ご神託がおりました。この子のスキルはテイマー、そして星の数は星なし。ここオードグズの人間はね、5歳になるとみんな必ずスキルをもらえるんだ。みんなもらったスキルとその星の数で将来が決まるんだ。あの子星なしなんですって。星なしはキャンに見捨てた子だ。どうしてそれがうちにいる。どうしてどうしてどうして、私は何もしてないのに。どうして。あんたなんか生まれてこなければよかった。そっか、君も一日で消える運命に生まれたんだよね。うん、君は私の初めての友達だから、最後まで一緒にいよう。私、あなたのおかげで生き延びた。私、いらない子かもしれないけど、あなたとなら、そんなこといい。もうちょっと頑張って生きてみようかな。私の名前はアイビー。ソラ、これからよろしくね。テレビアニメ最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。2024年放送開始。